皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の2回目、今回は加減法の1として、加減法の基本的な考え方、これを説明していきます。連立方程式っていうのは2元1次方程式ね、2つで1組になっている、こういうものでした。2元1次の2元というのは文字が2種類入っていますよとね、これが2つで1組になっている、こういう方程式なんですよということなんですけれど、実はね、文字が2つあるとそのままではね、方程式解くことができません。ですからこの2つの方程式を縦に並べて足し算引き算、つまり筆算をして、一方の文字を消して解を求めていくんですね。では例を2問使って説明していきます。まず括弧1です。 2x プラス y は14、この上の式を1とします。で x マイナス y は4、この下の式を2とします。まず最初にすることは1、2の x と y、 つまり文字の部分ですね、この係数を見ます。係数というのは文字の前についている数字のことでしたよね。これをまず見てください。で1x の係数は 2x ですから2ですよね。で y の係数は y の前何もついていない時には1が書かれていましたから1です。2の方は x の係数は1、y の係数はマイナス y となっているのでマイナス1、こうなります。この時係数が等しいか係数の絶対値が等しいのはどちらの文字だろうって考えます。この場合はね、係数を見ると2と1、y は1とマイナス1、係数の絶対値が等しい文字は y なので y の文字を消すと、こういう操作をします。まず2つの式縦に書きます。 2x プラス y は14、下に x マイナス y は4と、こう書きます。で係数が異符号の場合、 y の場合は1とマイナス1ですね、異符号ですよね。この場合は足し算をすると y の部分が消えます。もし同符号だった場合、係数が同符号の場合は、これは引き算をしてその文字を消します。これもしっかり覚えておいてください。これ異符号ですから足し算をします。こうなりますよね。2x 足す x、sin2x で y 足すマイナス y で y が消えます。そして14足す4で18、sin x は18、両辺を3で割ると x は6ね、こうなりますよね。この x イコール6と出たら、このx イコール6を1か2どちらの式に入れてもいいんですけれど、代入します。今回は1に代入しますね。 2x 足す y ですから 2x の x が6になるね、 2×6 をやると2612足す y は14、 y は14-12なので y は2と出ますね。ですからこの連立方程式の答えは x イコール6、 y イコール2と、このように解が求められたわけです。では括弧2に移ります。では2番です。 2x プラス 4y は10、この上の式を1、2x プラス y は4、これを2とします。最初にするのは2つの文字の係数、これを見てください。1で x の係数、 2x ですから2ですよね。 y の係数は 4y ですから4と。では2の式、下の式ですね、 x の係数は 2x なので2、y の係数は何もなければ1ですよね。
1が隠れていました。で、X が2、2、Y は4、1と、係数が等しいの、ね、X の方ですから係数が等しい X を消して方程式を解いていきます。この2つの式、ね、どれ1個を揃えて縦に書きます。 2X プラス 4Y イコール10、もう1個は 2X プラス Y イコール4。これ係数が2と正の数同士なので、同符号の場合は引き算をして、これね、消すんですね。ですからこれ引き算をします。 F 号だったら足し算、ね、同符号だったら引き算、この部分はしっかり覚えてくださいね。ですから引き算をします。こうなりますね。 2x-2x で x の部分が消えます。 4y-y なので 3y イコール 10-4 で6、両辺を3で割って y イコール2、ね、y の値は2って分かったんですね。で、y イコール2を1、2、ね、どちらの式でもいいから代入してください。今回は2の方に代入します、ね、2x プラス y の部分は y が2なので2に変えます。2イコール4と、 2x は4-2 と、 2x は2なので両辺を2で割って x イコール1となりますよね。ですからこの連立方程式の答え、 x イコール1、 y イコール2と、こうなるわけです。連立方程式加減法、まず基本的な部分はその文字についている係数、これを見て係数の絶対値が等しい、ね、文字の方を見つけます。そしたらその絶対値が等しい文字の前の係数、これ同符号だったら引き算、異符号だったら足し算をしてその文字を消して、解を求めていくと、計算していくと、このことを覚えてください。この順番は大切です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。